ベータカロテンは植物に豊富に存在する赤大大色色色素の一つ。両末端にベータ感を持つ最も一般的なカロテンである。ビタミン A の線具体である。テルペノイドの一つであり、水には溶けないが、使用性は大きい。分子構造はカーラーラによって推定された。自然界ではベータカロテンマイナス15、15、モノオキシゲナーゼの酵素反応を受ける。 ベータカロテノイドはゲラニルゲラニルにリン酸から生合成される。人参眼抑制効果が期待され、サプリメントなどで販売されていたが、喫煙者において肺がんのリスクが高まると報告されている。ただし健常者に対して発がん性が高まると示されたわけではない。また、100%オールトランスクリプション型の合成サプリメントによる結果であり野菜等による実験結果ではない。 癌の発生率や死亡率との関連について、現時点ではポジティブな結果とネガティブな結果の両方が存在している。この成分が含まれている小松菜やパプリカを油で炒めると吸収が高まり、生姜入りのポン酢醤油を添えると代謝が良くなる。ありがとうございます。